端が折れるテープカッター、つまんで貼るを使用する時のコツをご紹介します。まずカッター部分にできたつまみをつまみます。テープを可動レバーにしっかり貼り付けながら引きます。可動レバーが刃に当たったら軽くひねるようにし切ってください。テープをカットすると次のつまみができます。このようにカットするたびに次のつまみができるテープカッター、つまんで貼る。もしつまみがなくなってしまった場合は、可動レバーにテープをつけてカットすると次のつまみができますし、作りにくい方は可動レバーを手前に倒してから切るとつまみが作りやすくなります。つまみをつまんで剥がしやすいから、小売店のショップバッグや粘着面に指紋が付着しないため、お弁当や惣菜などのプラスチック容器といった衛生面に気を使う商品に最適です。保証書や取扱説明書などの袋止めにも便利です。